三井さんですね、はい、まだ若いんですね、はい、21、今年22になりますね、はい、それで今年の4月に、はい、アカデミー・オブ・マジカル・アーツという、はい、まあ、あの映画のアカデミー賞に匹敵するようなマジシャンのアカデミー賞の、はい、部門で、ジュニア・アチーブメント・アワードというのを、はい、取られたそうなんですけども、はい、すごいですね。ありがとうございます。でこれは要するにあの若手のマジシャンをあの紹介する表彰するというか、うんうんうん、ということでいいんですか？そうですね。あのこのマジックキャストって基本的にあのプライベートクラブなので、はい、あの20歳以下の人たちは入れないんです。あ、そう、お酒を飲めないから、はい、ただあのただどうしてもその20歳以下でもその優秀なマジシャンってやっぱりいるわけですよ、はい、そういう人たちのためにあのマジックキャストってとこがあのジュニアプログラムって言って、はい、ジュニアマジシャン、あのジュニアの20歳以下の人たちからオーディションを受けて、はいはい、あの優秀なマジシャンをその、なんていうか、そのプログラムに入れるっていう、そういうのがあって、はい、そのプログラムに入ってる人たちの中から、まあ、決めるのがジュニアアチーブメントアワードっていうんですけど、はいはい、で、まあ、今年、まあ、2013年度ですね、はい、正確に言うと、はい、あの2014年度のアワードあったんですけど、2013年度 のアワードの賞で何とか コンテストに出て、はい、はい、コンテストって、まあそうですね、はい、いいですか、はい、そうですね、それで何とかあの受賞することができまして、はいはい、で、どうですか感想というか、気持ちは。感想ですか、はい、別に正直天狗になるわけではないんですけれども、ただやっぱり自分のやってることにやっぱりどこか自信があって、で、他のジュニアプログラムにいる他の人たちよりもやっぱり僕はあのいい演技ができるっていう自信がやっぱあって、で、あの正直それもあのそのジュニアプログラムのディレクターからもちゃんと認められてたんですよね、はいはい、なのであのもう前もってもう受賞式がある前からあのそれんじゃないかなって正直僕思ってたんですよ、はい、で、あの賞取れたので、はい、まあ嬉しいと同時に、ただ、まあ、正直あくまでもその、ね、ジュニアアチーブメントアワードなので、はい、もっと上があるので、はい、上を目指して、はい、はい、こちらはモッチーさん、はいはい、モッチーさんはどんなマジックされるんですか？僕はもう全体、全部一応網羅しようとしてるんで、はい、クローズアップマジックから、はい、もうステージ、そして移動ショーまでやってるようにしてます。ほうほう、はい、1回のステージってのは何分ぐらいでしょうか？それはもう全部お客さんに合わせてすることはできるんですけど、まあ、長ければ1時間半とかそういうのもできますし。そんなにやっちゃうんですか？はい、そのアシスタントなしで一人でやる？あ、それはないですね。僕はアシスタントちゃんといて、ちゃんといて、はい、その間にあのジャグラーが入ったりとかもするように、はい、で長いショーですと、ね、はい、短いですと大体ちょうどいいのが僕は30分ぐらいだと思ってるんですけど、はいはい、で今回このマジックキャッスルでは、はい、あの何分のショーをされてるんですか？大体20分です、ね、20分ぐらいね、はいはい、どうですかお客さんの反応は？やっぱりあの海外でやるのはずっと夢だったんですけど、なかなか先ほど、ね、小川さんも言われたようにんですか、機械がなかなか自分で作れなかったので、やっとこう、なんていうんですかね、このアメリカに来ることができたんで、まあ、それからまだ広げられればいいなと思ってるんですけど、やっぱりお客様も日本人とはやっぱ違う、なんていうんですかね、もう紹介された時からもうすごいウェルカムな状態、うんうん、あ、なるほど、はいはい、それをすごくあの何日間かすごい体験して、みんなすぐホットになって入りやすいって感じ。 そうですね、そして僕らもすごくやりやすいというか、はいはいはい、これで言葉の壁っていうのは感じますか？別に感じない。まあ結構やってきたので、マジックやってる時の言葉の壁はそんなに分かってないということですね。分かりました。